例女の人と男の人がスーパーで話しています。男の人はどうして自分で料理をしませんか 田中君、お買い物うん夕飯をお買いにねお弁当自分で作らないの時間ないかいやそうじゃないんだじゃあ作ればいいのに作るのは嫌いじゃないんだでも一人だと材料が余っちゃうそれはいいんだけど一生懸命作っても一人で食べるだけじゃなんか寂しくてそれもそうか。 男の人はどうして自分で料理をしませんか最も良いものは4番です解答用紙の問題2の例のところを見てください最も良いものは4番ですから答えはこのように書きますでは 始めます1番 1> 会社で女の人と男の人が話しています2人はいつ相談しますか あの新しい商品について相談したいんですがいつにしましょうかああそうですね今日が金曜日でしょ今日はもうあまり時間がないからじゃあ来週の月曜日はどうですかああ来週の月曜日と火曜日は出張なんです木曜日なら時間取れますけどそう。 木曜日は私がちょっと忙しいんであの出張から帰った次の日って忙しいですかうーんあはい大丈夫ですじゃあその日にしましょう午後時間空けておきます2人はいつ相談しますか 2>, 2番女の人と男の人が料理教室について話しています女の人はどうしてこの教室に興味を持ちましたか 佐藤さん、料理教室に行ってるそうですね。楽しいですかええ、いろんな国の料理を作るんですよ。へえ、面白そう。私、日本料理は習ったことがあるので、他の国の料理を作ってみたいと思っていたんです。あの、その教室はいつやってるんですか月に一回、最初の土曜日の午後です。 先生の話を聞いた後、小さなグループに分かれて料理を作ります。そうですか。料金はちょっと高いんですが、人気があるんですよ。あの、よかったら連絡先を教えましょうか。ああ、ありがとうございます。女の人はどうしてこの教室に興味を持ちましたか 3番女の学生と男の学生が話しています男の学生はどうしてアルバイトを変えましたか 今からアルバイトうん、実は今日からコンビニでアルバイトすることにしたんだえ自動車工場のアルバイトは朝早くからだったし大変だったのいや、早起きは平気なんだそれに時給もまあまあ良かったしじゃあなんでうん、物を作る仕事も楽しかったけど学生のうちに色々な仕事をやってみたくてね そっか、頑張って。男の学生は。どうしてアルバイトを変えましたか。四番。図書館で。男の学生と。係りの人が話しています。 図書館のパソコンコーナーで何をしてはいけませんかすみません。 パソコンを使いたいんですがはいどうぞあのインターネットは使えますかええ利用できますでもメールはご遠慮くださいわかりましたあとプリンターはあ、プリンターはお使いになれますが有料ですあそうですかそれから DVD は見られますかはい大丈夫ですよ 図書館のパソコンコーナーで何をしてはいけませんか5番大学で男の留学生が係の人にホームステイについて聞いています。男の留学生はどうしてホームステイに参加できませんか すみません。このホームステイに申し込みをしたいんですが、締め切りまだですよねはい。まだ間に合いますよ。参加は初めてですかいえ、2回目です。2回目でも大丈夫ですかはい、大丈夫です。えー、日本に来てどのぐらいになりますか10ヶ月を過ぎたところです。あと、1ヶ月で帰国する予定です。 そうですか。うーん実はこのホームステイは来日してから半年以内の留学生しか申し込みができないことになっているんですよえそうなんですか男の留学生はどうしてホームステイに参加できませんか 6番テレビで男の人が自分の仕事について話しています男の人は何が嬉しいと言っていますか 私は新しく町にできたスーパーの社員です。でも店の中では働いていません。毎日車で新鮮な肉や魚など店の商品を遠くの村まで売りに行っています。一日に5つぐらいの村に行きます。お客さんは多い日も少ない日もありますが私の車が来るのを楽しみに待っていてくださいます。 皆さんに喜んでもらえるのが、やっぱり私には一番嬉しいです。男の人は何が嬉しいと言っていますか